日々飯旅。ヒに向かって一路12号線を北上するので、あれえというわけで、札幌を出て約1時間岩見沢市に到着いたしました。いやーすごいよ雪、ほらおよそ400メートル先左方向です。すごいね。スマホのナビに従い、一路目指すは香水ワイナリー、ワイナリーですね。こちらに行きたいと思います。これ雪の高さ分かってあの位置なんじゃない？ほら。右方向です。罠。普通の道だもんね。やってない。ナビの指示通りに車を進め、目の前に立ちはだかった雪の壁。目的地への気持ちを諦められない我々は、次の一手を打ったのだった。もしもし、冬の間って営業してるんでしょうかね。あ、わかりました。ちょっと今 Google ナビで向かってたんですけど、道が途中でなくなっちゃってて。あ、わかりました。じゃあ探して伺います。はい、やってる、やってるって、いや、やってるって。どこにさ、あれなんだべね。とにかく Google ナビって近道ばっかり教えてくるけどさ、たまに道がなくなってたりとか、いろいろアクシデントがあります。今回はちょっと外側をぐるーっと遠回りして、香水ワイン到着することができました。この先の突き当たりにあるようですよ。およそ300メートル先、目的地は右側です。この一本道の左右に広がる敷地、ここはね、全部ワイン畑みたいですよ。両サイドにある雪の壁、2メートル以上あります。岩見沢、本当に雪が多いんだねーなんて思います。奥に見えるちっちゃいログハウス、あそこは春から秋までソフトクリームを販売しているようです。ここのワイナリーは大泉洋さん主演の葡萄の涙という映画のロケ地にもなったそうです。2階のギャラリーには当時の出演者のサインや写真、いろんなものが飾られてましたよ。映画は今はAmazon プライムで見れるようです。気になる方はチェックしてください。チップみたいなのが…適当な…適当な…え？いや、見て見て、どれチップ、こんな大きなのはい、今回も自由な屋
さんでした。焚き火飯旅。ポートとオレンジピンクは嫌で市内からっていうのを買ってます、うん、でフラミーノからシャドウには自社のここの畑なんだ。へえ。タイプルはどちらかというとやや甘口タイプが多いですが、くどくなくすっきりとした果実がしっかりしたようなタイプですし、ちょっと自社の方はちょっと辛口タイプが多いと、フラミーノはショップにネット販売で限定で一杯で出してないと思います。これ赤です。大分だね、そのままいいよね。店内にはワインビネガーやいろいろな雑貨もありました。あ、そうだね、もう2000だね。そうだよね。焚き火飯旅。岩見沢市内に戻ってまず寄ったのは、銘菓の金作屋金作屋さんかな。ここでは岩見沢銘菓こぶしを買いました。道産小麦を使ったバームクーヘンの中にはトカチ小豆がたっぷり、バターの香りが最高でした。あ、これの端っこなの。じゃあこれを取ってください。こぶし、岩見沢銘菓こぶしです。中にあんこが入ったバームクーヘン。あんこもね、柔らかい。これバターが効いてて、すごい美味しいやつ。次に訪れたのがノースファームストック。おしゃれな、なんかジャムとか雑貨とかいろんなもの、ジュースとかちょっとオーガニックな感じなのかな、そんなのとかお菓子。そして2階はカフェになっておりました。生のおしゃれ食べさ。おしゃれが似合うから奥さん。奥さん何チョイスしてるの。奥さん何チョイスしてるの。チョコレートドリンク行くの。こちら全部あの売り物になってまして売ってるんですよ。この素敵な海のかけらみたいな。ね、死んだウニってこういう風になってる。700円意外とリーズナブル。私あれ欲しいんだった。何これ。マツコでも紹介されましたけど、ドレッシングかな。これはすごい、オニオンなんだよ。キャロット。これすごくないこれ。何これ。おしゃれが止まらないって。似合うかどうか持ってみて。そう、いらっしゃいませ、なんて伝えます、それのこと。というわけで我々にはちょっとおしゃれが有り余ってしまうノースストックファームでした。最後に向かうのはこちら、岩見沢市内に4店舗あるという鎌田屋さん。製麺所の直売の食堂だそうです。
製麺所の直売の食堂ということで、価格もとてもリーズナブル。カレーとライスはカレーうどんとかカレーそばみたいなだしの効いたカレー、お蕎麦屋さんみたいでとても美味しかったです。サンエスうどんは月見と天ぷらとお揚げの入った3種類のサンエスでした。だしはねちょっと甘めでとても美味しいつゆでしたよ。完食、ごちそうさまでした。というわけで今回は札幌近郊岩見沢市を訪れてみました。それではまた。